はい、皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来て、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、今日は10月の17日今日火曜日に撮影しております。でね、ちょっとね、なんとなく後ろが黒くなってるかなと思うので、マルチ作業始まりました。吉村農園の方でやっとね、で今日はテーマとしてなんで、このマルチ作業、まあどんな感じでやってるのか、まあ全体の概要とかのね、ちょっとご紹介していこうかなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、マルチ作業ですね、吉村農園の方でもいよいよ始まりましたので、今回はね、まあ、全体像のちょっとお話ってところでね、ご紹介のほどお願いします。はい、こんにちは。やっとマルチの時期が来たっていうんですか、10月中旬からだいたい栃木県の方ではほとんどもう終わってる方もいると思うんですけど、うちあたりは今頃から、10月いっぱいでだいたい仕上げる予定です。それでね、映像を見てもらった方が簡単なんですけど、このマルチ、新規収納なんかの人はね、なんでこうビニールのフィルムをこういう風にやるのかなって疑問に思うんですけど、これには利点があります。これから地温が下がってくるっていうことで、地面の温度を温めて根の動きを活発にしたい。やっぱり根は12、3度が限界なんで、暖かく地面を温めといて、熱を保って夜も根を動かしたいっていうんですか。それが大きな一つですね。あとは実を傷ませないようにね、どうしても直接土に当たっちゃうと実が傷んちゃう。いうのと、あとはまあ草なんかもね、どうしても生えてきちゃうんで、そういうのも履かないように黒いビニールで草をとろかしちゃ暑いから、もうこういう周りに生えてる草はほとんど熱でとろけちゃうから、草でこのマルチを持ち上げるっていうような感じはしないと思います。それでね、私がこの紙を持ってると思うんですけど、打ち当たりのやり方はね、パーツをね、こう三箇所ですね。横と横がこういうふうにバラバラになってきて。で、中央、真ん中がここ。で、また向こうに横のビニールのところがこういうふうに、一つの丸い筒のビニールがこうあったやつをカットして、三個に分けて、それでここをホチキスで留めるような感じで持っていくってやり方です。どうしてもね、なんでこういう風に、なんとなく聞いた人は何回も映像の方で映してるんですけど、うちあたりもね、いろんなやり方をやった。ここをぶっついて中へ、出したり、あとはね、穴だけ開けてね、引っ張って開けたり、いろいろやったんですけど、どうしてもね、一番大事なやつはこれなんですよ、これ。はい、ちょっと寄りますね。これが花なんで、これを折ったり、どうしても葉っぱをこう出すときに、ぐるっと回して出してたんで、この、ぐにゅぐにゅってなるとね、どうしても、2、3日はね、イチゴの方にストレスをかけちゃうんで、どうしても生育とかね、実の粒がね、傷んだりするんで、そういうのをなくしたいっていうのはね、農家の人は大体、全部思って、全員思ってたと思うんで、昔のやり方からはね、スムーズに、やるような感じでには、どうしたらいいかって、いろいろ考えた上で、やっとここまでたどり着いたっていうんですか。ここまでたどり着くのにはね、3回ぐらいのパターンがあったんですけど、それをやって、昔はほとんど、カットして、手で破ったりね、カミソリで切ったりしてたんですけど、なかなかうまくいかなかったんです。このやり方の方が、イチゴ自体を傷めないっていうんですか。使う道具はね、あと、もう一度ね、詳しくは言うんです。こんな感じの、ホチキスなんかも使いますね。こんな感じのやつ。まあ、種類は後でよくご説明しますけど、これで止めていくっていうのはね、大体のやり方ですね。これで材料なんかはね、映像を一旦止めてから別な場所で説明したいと思うんで、よろしくお願いします。はい、一つ質問なんですが、はい、この3分割の場合、ちょっとここでちょっとマルチも貼ってあるんで説明してもらっていいですか？そうですね、ここで、ホチキスでこういうふうに、横、中央のやつをこういうふうに開いてると思うんで、
見てわかりますよね。ちょっと葉っぱが大きくてね、わからないんですよね。そうなん、こういうふうな感じ。はい。これと、これをくっつける。ただそれだけ。こういうふうに。あ、これはピンが入ってなかったか。こんな感じね。あれ、これもピンが入ってなかった。今作業中だったもんで、ね、ごめんね。ちょっと待ってください。マックス入れますから見ててください。こういうアクシデントも一例の流れの中ではあると思うんで、あ、貸してもらった方が早いですね。はい、どうぞ。それでは、こっちが切れてるやつ、上、中央ね。で、はい、こちらから。で、ポイントはね、ここ。株のね、クランクの部分からね、指2本か1本ぐらい開くような感じ。ここをきつくこうやるとこれが大きくなってきますから、まあ、伸びればこれが、強いから大丈夫な、一応はこのくらいは開けといた方が、ポイントはここ。ですね。どうですか？わ、はい、かりました。では実際にこのパーツを作るところもね、ちょっと教えていただきたいんで。そちらが大切だと思うんで、今回はね、パーツの方行きたいと思います。はい、お願いします。はい、ではここからなんですが、場所を移動しまして、まずこちらの今回マルチ作業する前のまあ下準備ということで、まあ、そちらのちょっとご紹介もよろしくお願いします。はい、それではね、先ほどの続きになります。これがマルチ、はい、マルチってもね、長さがたくさんあるんですけど、内あたりもね、普通の定番のやつは1メーター80っていうのが多いのかな。でもね、内あたりはね、ちょっと長めのやつですね。ここはね、その農家農家によって、考え方がいろいろあると思うんですけど、どうしても長いっていうのはね、やりづらいっちんですか、足なんかに引っかかる場合もあるんですけど、このビニールちなこう重なった方が、下に歩くところが重なった方が草が吐かないで済むの。だからは、うちあたりは無駄なようでもね、15センチくらい、両方で長めのやつでダブらせるような感じで、ハウスの中でね、最後の仕上げと管理が楽なんで、もったいないようなんですけど、長めのビニールを使ってます。それで印があると思います、ここ。はい、マジックで、ね。マジックで書いてあるんですけど、これは中央。で、25で、撮ってるんですけど、上がね、実際測ると50センチ上はないんですよ。狭い。でもどうしても遊びっちんですか、遊びがないとダメだもんで、こういうマルチは伸びるんですけど、やっぱり作業がしづらいっていうことと、止めるからダブらさるっていうんですか、このホッチキスで止めると、だからちょっと長め、うんと長めかもしれない。最終的にはね、このマルチが固まりますから OK です。それで印をして、穴を開けて切るっていうんですけど、道具が必要ですからね。なんで、こういうドリルとか、印するやつ、はい、メジャー、ノコギリ、があると思うんですけど、なんでノコギリで大変かなと思うんですけど、こういう感じに、切った方が楽なんです。これ、いろんなね、電気道具があるんですけど、マルチビニールの特徴は、熱を加えるとくっつかっちゃうってこと。くつかるとどうしても剥がせないから、それで無駄になっちゃうって、内当たりも何回も失敗したんです。新規収納なんかの人もね、こう、電動ドリルじゃなくて、カッターで、切ったりすると、この面がね、綺麗には切れるんですけどね、ここがくっつかっちゃうから、ドリルで、こういうやつ。内当たりはね、6センチか 6.2 ぐらいの、普通のやつ。これを、水をつけないと、熱で、これがくっつかって今度ね、剥がれなくなっちゃうから、そういうとこもね、気をつけないと、失敗するともったいない。これで穴を、たくさん穴開けてから、ノコギリで切る。シンプル。とてもシンプルなんですけど、これが一番。なんで穴を開けるかっていうと、理由は、切りやすいから、早く切れちゃうの。これまともにノコギリで切ってもいいんですけど、そうすると時間がかかるっていうことで、これで穴を開けて、切る。そうすると1分ぐらいでこれ切れちゃうから、そうすると楽だもんで、パーツは3箇所横ね、で中央で、横。春のはまた来週金曜日あたりか、
はい、次回の金曜日ですね。次回のやつでな、完璧なやつを取っていくんですけど、今日はね、材料とどういうふうなことで、マルチをやってるかっていうことですね。はい、はい、ちょっと最後になんですが、一つあのドリルで穴を開けるところだけ一箇所だけちょっと見せてもらえますか。何箇所か一旦ね、大変でもね、水をつけて霧を冷やす、で穴を開ける。だからもうこういう風なやつは一個は買っといた方がいいね。で水をつけながらじゃないとね、こういう風な感じで穴をずーっと開けてからノコギリで切って3個にこういう、これが完成形。こんな感じにこう、こういう風につながってたやつですね。これ見て分かりますか。はい、分かります。はい、大丈夫です。でノコギリでカットして、これが中央。はい、うん、これを先引っ張っていっちゃって、で、横横っていう感じで、いろんなマルチの仕方をやったんですけど、これが一番ね、いちごのためっていうんですか、傷つけないとかそういうふうなやつで、ちょっと止めたり何かするの時間がかかるかもしれないんですけど、これで半年間、ハウスの中の圃場の方で収穫するってことは、それなりにねきちんとやるっていうことです。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、マルチ作業のね、全体の概要のちょっとご説明になりました。いかがだったでしょうか。まあ、このね、マルチ作業、まあ、いろいろ、まあ、やり方はあるんですよ。これね、僕が知ってる中でも、今回、吉村のね、紹介してる、この3分割方式っていうのもあるし、こう、普通にこう、なんて言うんだろうな、普通にかけてっちゃうやり方でもあるし、まあ、ちょっとだけ穴を開けといて、そこからこう、どんどん開けていくっていう、まあ、いろんなやり方あって、吉村のようにもいろんなやり方やったんですけど、今回このご紹介したやり方が、まあ、一番しっくりきたというか、まあ、一番、こう、社長の方からまた通りなんですけど、言ってた通りなんですけど、苗を傷まずにちょっとできるかなってところで、まあ、一つね、まあ、デメリットがあるとすれば前準備が必要だっていうことですね。パートを準備しなきゃならないってところと、ちょっとね普通にこう開けていく作業よりも、手でこう開けていく作業よりも若干時間かかるかなってところなんですけど、まあ、最終的なところに行き着くには、最終的なところですね、結局最終的な収穫のところになった時にはこっちの方が僕いいのかなと思ってるんです。片付けするのも楽なんでね、ビニールを取るだけになりますんで、ぜひね、ちょっとこれ手間ではあるんですけど、ぜひやってない方はこれ一度でいいんでやっていただくと、あ、これいいなってなるんじゃないかなって僕個人的には思ってますんで、ぜひ参考にしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録ですね、1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、次回も動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、世の中っちですか、地球上ではいろんな、おかしなことが起きてるっていうんですか、争い事が起きてる。大きな大国と小さな国がやって騒いでたと思ったら、まだ小国ですね。昔から私なんかはね、記憶があるんですけど、私の40年前にも、あそこはね、だいぶ内乱ちんですか、どうしても、地下のエネルギーを目的とか、宗教とかで、新しくまた内乱が起きてる。どうしても連鎖ではないんですけど、一つのことで、みんなしてどうにかしなくちゃならないって地球中全体で考えていたら、もう一つできちゃった。そうすると、最初にやってたところはもう大体、長くやってるから忘れてきたと思ったら、新しい方にみんな報道の方が行って、前の大きな、戦争が隠れてしまう。これは本当に人間っていうのは面白いもので、新しいものに飛びつく。そうすると古い方のことを忘れてしまう。2つを同時には映像では流せない。でも起きてることは2つも、世の中おかしいこと誰も分かってると思うんですけど、新しい方のやつに飛びついてて古い方のことは感じない。新規収納とかね、若い方なんかはね、本当の見る目線を確かめて、前起きてるのも同じこと。今回のやつは、一つの国の中の争い事の宗派的なやつかもしれない。でも、やってるのは同じ殺人。
っていうことで、やっぱり見る角度は気をつけてみて、冷静な見方を、日本はちょっと離れてますから、見るっていうことが一番いいのかなと、ああいうニュースが、事件が大きな事件、私もたまげたんですけど、連鎖が起きてくる。連鎖が起きてくると3個目なんか起きたら大変なことになるんで、やっぱりそういうところは見ていった方がいいのかなと思います。そんなとこです。はい、ですね、次回の動画の告知になります。次回の動画なんですが、10月の20日金曜日配信になります。内容としてなんですが、今回ですね、ご紹介したマルチ作業の、今回また続きの動画をちょっと撮っていこうかなと思います。今回ね、撮っていくところはそのマルチ作業の作業ポイントについて、3分割方式のポイント、こういったところに気をつけてくださいと、こういった作業の仕方をすると、作業効率がいいですよってところをね、撮っていこうかなと思いますんで、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。